せ、あいやはいやこの音響かせ、はいやはいやこの島に愛を捧げら、沖縄音楽番組うたりまちょうでーす。どうもこんにちは。こんにちは。番組 MC の SOAK ソークです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてこの番組は、はい、この番組はですね、音楽を通してゲストの皆さんと、はい、そしてリスナーの皆さんと、はい、兄弟のようなコミュニケーションを取っていきたいという番組です。撮っていきましょう。今週もパチパチ。あれなんだなんだキャラクターが違うぞいつも。さて、はいはい、この番組の MC を務めさせていただきます SOAK ソークです。やべえ、なんだ今日は晴れてる。リビビッチ行こうぜ。糸満市出身上原優太です。おお、すごい。あれあれ、なんかなんか効果音新しく入ってきた。すごいすごい。はい、それでは皆さん、6月10日は何の日？そう、元部の日。元部長出身、中曽根義成です。あの、そんなに特にいい大したこと言ってないのにちょっと舐めるなよ。そういう気分になっちゃう。元部のこと、あ、俺のこと関わらず、うん、え、で、ね、6月10日が元部の日っていうのはどういう意味ですか？あの、語呂合わせ、ムー、六ムーとムトゥブの日。なるほど。はあ。はい。なんかすごいしてやったりみたいな顔されました。ですよね。ですよね。ですよね。そんなことないのに。まあでもいい情報でしたね。ありがとうございます。じゃあもう6月10日って元部にいたら何かやってるんですか？え、実はですね、あの、はい、僕たちこれイベントがありまして。嘘。元部の日に、ね、那覇。パレットくもじさんの方で、うん、元部の日ということで、はい、イベントがあります。まあ、元部長を PR するっていうイベントなんですけど、じゃあ那覇で元部を発信する、ね、はい、はい、そうです。僕らそのイベントにも出演させていただくことになったんで、ぜひぜひ遊びに来てほしいです。お願いします。後ほど詳細は SNS でアップします。はい、それでは、はい、では早速本日1曲目の僕たちのオリジナル曲。ちょっと待って、いつも飛ばすんだけど、なんで？あ、ごめん。あ、そっかそっか。では行きづらいですよね。ですよね、行きづらい。気づいてくれました。ゆうとごめんなさいね。はい、そして今日もですね、一緒に音楽大好きな FM 小座スタッフのみーくんも一緒に、お届けさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これギャラリーが特徴ですね。皆さんありがとうございます。間が空くけどな。時間差があるんですよね、このボタン。ちょっとちょっと、うってやった後にバーって。それでは、はい、じゃあ改めまして、はい、3人でお届けしていきます。はい、早速じゃあ、はい、改めまして、1曲目の僕たちのオリジナル曲聴いてください。かなで。思い出しながら進む海岸線、今日くらい他のことを放り投げて、君と出会えた意味を考えてみる。何度もすれ違い君を困らせて、何度も跳ね返る。さようなら。
届けしている曲はソークエクスプローラー7から奏でという曲です。はい、それではこちらでメッセージの募集を受け付けしましょうか。しましょう。それではメッセージ、じゃあいつもゆうとさん、はい、読み上げてもらってるんで今日もお願いしてもいいですか。メッセージ、メッセージは、メッセージ募集のこれね。あーごめんなさいね。はい、メッセージ募集の方は、はい、FM コザ、761@fmkoza.jp。 もう一回言います。761@fmkoza.jp までメッセージ待ってます。今日も待ってるよ、はい、たくさんのメッセージよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそしてあのですね、これリアルタイムでツイキャスの方でも配信しています。そちらはですね、あの FM コザさんのホームページに飛んでいっていただけますと、はい、そちらの方でアクセス、そちらの方からアクセス可能なんで、うん、ぜひぜひ見ていただきたいです。はい、そしてそしてあのリアルタイムツイキャスでご覧になれないって方にもあの大丈夫です。この後ユーストリーム YouTube にてあの放送保存してるんで、あの後々後で見れるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。すごいね、今日ツイッターにでもこのパチパチとかあの交換ノート、あ、押してるんですか。はい、結構出てきてもらってますね。ちょいちょい、たくさんのコメントでいただいてるんですよ。そう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 、あ、そういうこと。ね、うん、結構コメントも来てますので随時募集してます。待ってますよ。じゃあ早速次のコーナー行きましょうか。コーナー、あ、コーナーごめんなさい一旦 CM です。ごめんなさい、一旦 CM です。はい、ちょっと皆さん、一つ 雑学をお教えします。菜の花の色は何色ですかっていうとしゃっくりが止まるそうです。さて CM の後はミニライブコーナー。こんにちは、 SOAK ソークです。さてここからは歌れば超でライブコーナ イエイ。さてさて、今週もですね、前回あの、まあ、新曲リリースのエクスプローラー7、はい、ね、もう歌ったんですけども、今週も、前回歌ってない曲も含めて新曲をお届けしたいと思いますので、ね、皆さんあのコメントで来てるんですよ、うん、国吉優くんありがとうございます。エクスプローラー7変えていっぱい聴いてます。ありがとう。じゃあ今日はその中から、うん、エクスプローラー7から早速1曲目お届けします。聴いてください、行かないで。
でって言った君を僕はまだ忘れられなくて、行かないでって言った過去を君はまだ覚えてるのかな。エンディングを知らないあの人に、あの人に伝えても、そんなことで気もしない、情けない、情けない僕がいる。白いドレスチャペルの鐘潤む瞳は、永遠に近い愛を刻む、もう戻らない。行かないでって言った過去を君はまだ覚えてるのかな。3年前の君の言葉、僕はまだ忘れられなくて、最終電車過ぎた後もさよならを握り返したて、エンディングを知らないあの人に、あの人に伝えても、きっと君は知らないふりをして、ふりをしてあざ笑う。青いドレス光る指輪、赤い唇、君と僕をつなぐ糸は揺らぐ幻。白いドレス、理想社会を映す夢も、僕から君は離れていく。行かないでって言った君を僕はまだ忘れられなくて、行かないでって言った過去を君はまだ覚えてるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。お届けした曲は行かないででした。イエーイイエイイエイ。さてさて、はい、続いての曲も、はい、エクスプローラー7からお届けします。はい、こんな晴れた日には聴きたくなるよね。イエーイ。それでは早速聴いてください。シーサイドドリーミング。イエーイ。エエ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 エ昨日のモヤモヤした話は日差しと共に溶けてゆく。空を見上げ星を見つめ君を思い出し、あの頃よりマシになった僕を好きになってくれないかと、君のいるはずがない、ここで叫ぶ。ラブ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 ラ。She said dreaming, she said dreaming, she said dreaming. Oh, 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 love, 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 love. She said dreaming, she said dreaming, she said dreaming.
長い髪が風になびき僕に触れたのを言い訳に時々を見破られぬように近づいたあの日思い出す君がくれたダイヤのような笑顔思い出しもしもあの頃にタイムスリップしたのは伝えてもこの思い届けてる今叫ぶ She's dreaming She's dreaming Forgive me 君が恋しくて Forgive me 彼がいるって知ってたのに Forgive me 君が恋しくて Forgive me 引き寄せた嘘つきな唇を奪った She's dreaming Love She's dreaming Love She's dreaming ありがとうございます。ありがとう。お届けしたい曲はシーサイドドリーミンでした。いや、ごめんなさい、噛んじゃった大事なとこですよね、きっとはい、はい、あのですね、うん、この曲なんですけど、どんな曲なんですか？実は自分、はい、僕上原が作った曲なんですけど、はい、ゆうとさんが、そうですね、いろいろとなんか初めての試みっていうのがすごい詰まった、まあ、曲なんですよね。そう、なかなかない曲調ですよね、ソークには。自分もなんか意図的に、うん、まあこういう思いが持ってできた曲ってより、うん、さあ今月はどんな新しい曲書こうっていうのを思った時に、うんうん、新しいことしようと思って、まあ、全く弾けないウクレレを手に持って全く弾けないのに、はい、それで普段行かない海に行って、はい、もう、まあ、出てくるか分かりもしない、まあ、根拠なんて ないけど、うん、ちょっと行ってみてもう全て新しい環境でちょっと作ってみようって思ったら、結構まあいい感じに夏の雰囲気が出てきて、なんかあの、はい、本当に海を連想させるような感じで、はい、なんかその今まで他のゲストさんとかと喋ってる時にソークさんはその沖縄の自然のところに行って作ってるっていうのが、なかなか楽曲に出てないかなって思ってたのが、なんか形、なんかこの曲はイメージできました、はい、その場のなんか景色とか、そうですね、情景が、その場のインスピレーションをもう最大限に多分作ってて、であと一個がラップ、はい、あ、そうだそうだ、なんでか知らないけどなんかラップが出てきたんですよ、このウクレレもちょっとガシャガシャ弾いてる時に、はい、あ、弾けないですよ、なんかまあガシャガシャ弾いてる時に、はい、これラップいけるんじゃねと思って、はい、ちょっとラップができちゃいました、これ持ってきた時はナーリーさんはどう思ったんですか、あれみたいな。最初ウクレレの音聞いた時に、はい、んっていうところすごいやっぱあったんですよねだってそれもちゃんと弾けてないわけですからね、そうですね、ウクレレの時点、あ、すごいなんかちょっと抑えづらそうにやってるんだなっていう、僕は景色よりもそこが浮かんで、一生懸命弾こうとしてるゆうとさんの絵が浮かんで、でラップも初めて聞いた時に、これ多分俺が歌うところじゃないんだろうなとか、そう、初のまあ試みというのもあって、はい、すごくなんか仕上がりが
まあ、当時は楽しみでした。あ、じゃあ、はい、すごいなんか新たな意味でワクワクして作った曲なんですね。そうですね。面白い。じゃあなんかこの挑戦はまたいろんな楽器とかいろんなので できていくんですかね。やってみたいですね。ライブでね。まさしく今月も、はい、や毎月あそうですね、ワンマンライブもあって、うんうん、新曲もリリースしたいので、うん、またウクレレ片手にちょっと探してきます。あ、新しい何かを。そうですね。じゃあ見逃さない、はい、その成長を見逃さないためには毎月ライブに行かないと、はい、もしかしたらいつの間にそれをやってたのみたいなのがあるかもしれないっていう、はい、あるかもしれないです。成長過程も一緒に楽しんでもらえたらいいな、うん、はい、そうですね、はい、はい、では最後にもう一曲お届けしましょうか。はい、それでは最後の曲もうエクスプローラー7の中から聴いてください。かなで。かなで会った恋の魔法は時計さえ止めてしまい、時を告げる真夏の夜更け、今すぐに会いに行く。思い出しながら進む海岸線、今日くらい他のことを放り投げて、君と出会えた意味を考えてみる。何度もすれ違い君を困らせて、何度も跳ね返ってくるごめんね、星を導き、君を困らせて、何度も夜空に放つごめんね、ありがとうさよなら。時を告げる真夏の夜更け、蛍火、走る曲
ありがとうございます。お届けした時は曲は奏でした。今日神神だね。ごめんなさいね、噛んじゃってここだけ噛んじゃうっていう。はい、ということで、ラジオ、ミニライブコーナーでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは CM を挟みましてゲストさんお招きしましょう。ほうほう、はい、ということで、はい、CM です。皆さん、今年の夏は暑くなると思うんで、最近の僕のおすすめのフィアンセ紹介します。フィアンセ、これ使ってくださいね。何ですか、何ですかこれ。これはね、ボディーローション。ボディーローション、はい、使ってるんですか。パウダーインアクアジェリーピュアシャンプーの香り N 女子なんですけど。そうそうそう、すごいね、あの甘い香り。これお風呂いつでもどこにいてもスポーツ後でも、あのシャワー後の香りが行きましょうか。 CM 行きましょうか。行きましょう、 行きましょう。 CM の後はアロマな香り、耳に飾るハイビスカス、騒ぎまでの笑い声も夕焼けに溶け込んでゆく。長い前髪風になびかせ、笑いながら駆け抜けた。改めまして、こんにちは、SOAK ソークです。さて、ここからは歌リバ町でゲストコーナー、はい、の前にさっきの何なんだ、CM 振りは。そう、結局何なのか分かんなかったけど、とりあえず女子っぽいものを持ってたってことは分かるんですよ。色ピンク色でしたね。そう、事情説明してもらっていいですか。これね、あの皆さん、うん、実は僕最近というか、結構あの匂いが好きなんですよ。あ、なんか匂いフェチって言ってましたっけ。そうですね、はい、結構いろんな、なんかいいなと思ったらすぐ集めたりするタイプなんで。へー。で、それで最近見つけたんです、これ、うん、フィアンセ。これ何の匂いですか。これがね、ピュアシャンプーの香りって言って、これあのあれなんですよ、このボディーローションというか、うん、肌にこうつけられるんですよ、うん、まあ、シープリーズとかじゃなくて、うん、まあ、そんな感じのやつなんですけど、はい、すごいなんかこれやっぱストリートライブして汗かくんで、お出かけ前、あ、お出かけ前とかベタつき肌を感じた時とかこれするとまあいつでもお風呂上がりの香りな気分になれるんで、ぜひ皆さんこれお試しくださいませ。一回こう、はい、
こんな、これです。フィアンセ、フィアンセってやつ。何の会社のやつですか。なんかじゃあこういう後でなんか SNS に上げてください。そう、 SNS にアップします。あのね、もうちょっと早くゲストさん聞きたい。ツイキャス動画見てるご覧の方はもうすでに感じてると思いますけど、もうゲストさんが何この入り、この入り何、俺が今ここに入ってきたこの1分何っていう感じになりますよ。もうまさにその言葉の通りだと思います、はい、気持ちは。大変お待たせしました。ゲストさん、振ったの取れよ。ゲストさん、長らくお待たせしました。紹介しましょう。沖縄で活動中のシンガーソングライターの流星くんです。19歳です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一度自己紹介お願いします。私の方で失礼しました。はい、流星と言います。19歳です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれだね、第一印象すごい好青年なんですよね、うん、言ってたね、二人ともね、うん、本当ですか。そうそうそう、絶対悪さしてないなんか今日何もなんか 悪だくみ したことない、なんかもうぐらいすごいなんか高青年なイメージすごい強い。俺が思うには今日学校来る、あ、学校じゃないや、なんだっけ、ラジオ。もう結構社会人じゃないですか。そうですね、そう、来る前に龍星くんが来る前に話してたんだけど、うん、なんか生徒会に携わってそうな、うんうん、本当に。もう人と喋ること苦手だったんですよ、人前は本当に立てなかったんです。それででも一人で活動されてるんですよね。そうめっちゃメンタル強くないですか。今頑張ってます。普通に俺吸い込まれましたもん、最初会った時に。本当ですか。例えば吸い込まれた、なんか吸い込まれた。どういう感じ。魅力みたいな。なんか、あ、もういいんだ、別にこの人と壁は最初からないんだ、あー、みたいな。オープンなんですね。そう、なんか走ってるというか、それが走ってる、なんかわかんないですけど根拠ないですけど。すごい個性的な表現だ。さてじゃあそんな流星くんですけども、はい、実はね、僕らもストリート先週か、ね、先週初めて一緒にさせていただいて、ね、ね、僕らと一緒に参加してもらったんですけど、どうでした。はい、あ、めっちゃうん、ソークさんのファンでもありますし、一緒に歌えるってことは本当に自分の中でめっちゃ刺激、いや、すごい嬉しいをもらえることで本当にありがとうございます。いや、こちらこそ。めっちゃありがとうございます。なんか欲しいのある。ちょっと待って、放送してるから見えないところで言ってもらっていい。それは自分で買ってね。これあげようかな。いや、でもすごい、その時ストリートした時も、はい、すごいなんか、なんていうんですかね、一番すごいのが、うん、ギターもボイパも歌もめっちゃうまいっていう。なんでもできるんですか。もう3拍子揃ってるというか、そう、もちろんこの甘いマスクもありますよ。そうですね、爽やか。ね、実はすごい、何でもやっぱ便なんかできちゃうんだよね、器用に。それがなんかすごい僕らにとっても刺激あったし、なんか割と美浜でストリートしてる人たちでこんだけなんかマルチにボイパー、演奏、歌っていう人がなかなかいなかったので、自分が最初それを見たときは、あ、面白いストリートミュージシャン出たなっていう印象がすごい。え、ちょっと待って、ありがとうございます。リュウセイ君、ピアノもできるの。ピアノ少しできる。あ、でもなんか片手埋まっちゃったよ、できること。それ聞いてない。ここすごい。ピアノまでできるの聞いてない、うん、え、これは何ですか。どういうきっかけでその楽器をやりたいとかってあったんですか。わあ、もう特に自分三振から覚えたんですけど。三振もできるの。待って待って、俺が知ってるだけのこの3拍子以外に3拍子あと2つ出てきちゃったっていう。ちょっと事前インタビューが足りてなかったのかな。で、三振から始めまして、はい、三振からで、その後ギターやりまして、で、その後なんか学校で、うん、アナと雪の女王のレリーゴーがピアノでめっちゃ流行ったんですよ。でそれから自分も真似しようってことで真似して、そこからピアノを始めたんですけど。やばい、いや恐ろしい、すごいですね。でボイパーはどこからですか。ボイパーはですね、高校時代の自分北中グスク高校だったんですけど、うん、そこの北高祭で一人友達がいまして、その人は沖縄のアンダー19のなんか大会優勝してる人で、めっちゃ上手い人だったんですけど、その人の最初に見まして、なんか本当に上手かったんですよ、うん、それでめっちゃもうこんなすごいんだって思いまして、うん、それからもうずっと練習して、もう独学で YouTube めっちゃ見ました。というのはその時はボイパーを目指して
今歌とギターもやってるじゃないですか。あ、そうです、はい、その時からもう両立というか全部もう一気にやっていこうという気持ちはあったの。はボイパーだけが、ボイパーだけが最初は、はい、あ、じゃあ一つ一つ興味を示して初めて一つずつ身について今こんだけ揃ってるっていう。そうですよね、19歳にして。でもあのさっきレリゴーが流行ったって言ったってことは、はい、結構若いですよね。はい、もうまだ今19歳で今年20歳になります。はい、今年20歳どうします、まだ未成年ですよ。どうします。そうですよ。え、なんか分けて。ごめん、なんか1個ぐらいあの分けてほしい。ちょっとこれ2歳ぐらい上げていい。そしたらちょうど21、21になれるから。そしたらまああの敬語とかもため口で全然喋れる。いやいや、だってな、そうだよね。ナーリーに関してはもうその年にはまだ音楽をやるっていう気持ちもね。そうそうそう。あ、そうだね。全然大学、そうそう、全然旅行とかめっちゃ行ってました。むしろ。それもそれで面白そうですけどね。どこ行ったんですか、旅行。まあ、長くなっちゃいますけど、うん、はい、あの10泊11日の旅とか、うん、長い、だいぶ長い。3ヶ月バイトしまくって20万ぐらい貯めて、うん、で友達の実家をこう行って回るみたいな旅をしました。県外を、はい、へえ。流星さんは旅行とかは興味ありますか。旅行は興味あるんですけど、はい、まだでもあの行ってあんまり行かないですね。でも行きたいんですけど、これから頑張るところで。一緒に行こうか。いいですか。そうよ。あのギター持って。あ、いいですね。ツアーとかできそうですね。うん、さあ、そんな、はい、まあ、ストリートで、うん、今一緒にやってきてる、まあ、流星くんですけども、はい、オリジナルもね、何曲何曲か、まあ、一応2曲、ね、2曲持ってるってことで、はい、実際自分もツイッターで見させて、見た、ね、見たしてもらったんですけど、はい、すごいインパクトある曲で、はい、テーマ的にもね、遠距離恋愛の、はい、そうですね、テーマにした、ラブソングってことで、うん、なんか曲の雰囲気もすごい柔らかくて、で実際ツイッターのあれなんだっけ、ライク数、いいね数もすっげえあるんですよ。そうそうそう、あるからその時見た時に、はい、もうすげえって思ったんで、本当なんかちょっと聞きたいななんて。ちょっとね、来ました、上原優太の緊張しますね。ちょっとね、やっぱり緊張します、ね、コーナー化してるコーナーですね。やっぱりなんかな、なんか生でやっぱりね、やっぱ歌り場ちょうでっていうタイトルだしさ、そうだ、ね、結構低音のいい声ですもんね。そう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 、どうなるんですかね。どうなんだろう、喋る声今ちょっと低音な感じだけど、はい、歌声どうなんだろう。え、これって、はい、一文字でも歌ってもらえたりって。一文字ってどういうことですか。どういうことですか。ちょっと見せることできるんかな。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ツイキャスのコメントでも聞きたいっていうのもいただいておりまして、上原優太の交渉成立コーナー。嬉しいわ。まさか歌ってもらえるとは思わんかったから、ちょっと。でも本当にそこまでハードル上げた自分がちょっとやりづらくなるんです。じゃあちなみにタイトルは、タイトルはうん、いつかまたという、いつかまた、はい、なるほど。じゃあ早速、はい、その僕がツイッター越しで気になってた曲をついに生でしっかり聞く瞬間に立ち会えるので、はい、皆さんもラジオを通して聞いてみてください。あ、でも、うん、歌詞飛んだらごめんなさい。それもまたいいですね。山歌のアドリブで山感を出してください。はい、じゃあ歌います。では聴いてください。お願いします。リュースでいつかまた。伝えれないその思い、どれほど愛していてもこの距離が邪魔をして、どうしても不安になる時がある、それが本当の
気持ちなのか、会えないのに君を思って、あの場所に行く時もでも大丈夫、青い空と空が必ず繋げてくれるから、心配しなくてもいいよ、それほど思いは届くから、遠くても遠くてもいつか二人会えるまで信じて叫ぼう、愛の音が響くように。離れた時初めて気づく、隣にいてくれるのは当たり前のことじゃなくて特別なことだった。見た夢って忘れるけど君が出てきた夢は覚えていて、なぜかわからないけど心が締め付けられる、でも大丈夫、輝く星と星が必ず照らしてくれるから、心配しなくてもいいよ、それほど二人は強いから、遠くても遠くてもいつか二人会えるまで信じて叫ぼう、愛の音が響くように。離れても離れても揺るがない気持ちを持って、長くても長くても必ずここで待ってるから、始まってこの離れている時間すら最初から決まっていたよ、それでも最後にはまた会えるから、それまではお互い泣いて笑って生きていこう。長くても長くても必ずここで待ってるから、涙を流してもその度
再び二人で強くなろう、約束したあの日まで、あの日までずっと待ってるから、あの日までずっと待ってるから、聞けてよかったあちゃんとフルこう間近で聞いたの初めてです。そうだね、はい、うん、いやー、どうですかミクさん、聞く前の印象と。そうですね、いや話し声とまず全然違いますよね。そうなんですよね、ちょっとびっくりですよね歌ってみるとすごい甘い、このなんか優しさがものすごい出てて、うん、なんだろう、なんかもう消えちゃいそうなくらい儚い感じ、うん、もう、なんかでもこの人のことがすごい好きなんだなって思いました。この曲にはやっぱそれなりのエピソードはやっぱそうなんです、ね、実はあるんですけど、うん、あのですね、これはモデルになった人たちがいるんですけど、うん、あの自分の知り合い、前働いてた仕事場の人たちなんですけど、 ずっとあの遠距離恋愛してるこの自分の友達がいまして、うん、その人の彼女さんがたまたま沖縄帰ってきまして、はい、で3名であのご飯食べだから、このじゃあもうなんか2人の応援ソング、遠距離の応援ソング作りますって言って、あの、うん、あのその後にすぐ作っこれを作ったんですね。で、あのその後に出来上がった時にあのその動画をあの送ったんですけど、その彼氏さんに、はい、そしたらあのなんかめっちゃ真剣なメッセージ返ってきまして、はい、なんかありがとうみたいな、流星の気持ちが本当に伝わってきました、うん、で、あれ、うん、年上なんですけどその人、うん、なんかあのあれなんでこんな口調かなと思ったら、その次に来たメッセージが、実はこの流星がこの動画を送る2時間前に別れたってやったんです。そうなんですよ、うそー、なんかすごい離れても歌いたくなるわめっちゃ歌いたくなる。でもその彼氏さんがめっちゃいい人で、あのこの曲は本当にいい、うん、いいと思うって言われて、どうか歌ってほしい、歌い続けてほしいって言われました、うん、でこの曲名つけてくれたのもその人なんですけど、いつかまた、すごい、はい、なんかでもどうしましょうこの複雑な、いろいろな要素が合わさって、でもその代わりいろんな人に当てはまる曲によりなった気がしますね、うん、別れた人にも響くし、うん、まあ、現在進行形で、うん、あの遠距離恋愛が続いている方にも、そう、いやーでもすごいですね、ですごいのが、はい、やっぱ実体験じゃないじゃないですか、はいはい、今聞いた話、なんか本人の話かなって思っちゃいました。めちゃくちゃそう俺ら本人の話思ったのにまさかの、ったもん、ね、そう他社の他社のエピソードそうです。でもすごくないですか、その自分の実体験のが、おそらく俺なんかもやっぱ曲をまあ書いていってるんですけど、はい、やっぱ自分の実体験とかが吸って出て、まあ、書きやすいものだけど、それをなんか人のエピソードをうまく表現して、はい、こんだけいい曲、まあ、作れるっていうのはすごい、この19歳にして俺なんかも話もすごいなんかリスペクトできるかなところだと思いますし、それはめっちゃなんかすごいなと思いますよね。はい、うん、なんか下手したら本当泣きそうなくらい感情が詰まってるの で、あ、やっぱ涙を誘うような歌声だと思うし、またそうだね、その声で歌ってくれるからこそ、うん、なんか、はい、今それこそ2曲、はい、まあ、オリジナル持ってると思うんですけど、もっとねどんどん作って、やっぱり今ストリートね、できる場所も沖縄たくさんあると思うし、はい、なんかもっとオリジナル聞きたいって思います。ああ本当に作ってちなみにあのメッセージも、うん、メッセージも来てるんで、うん、はい、高子さんから、流星くんやばい、めっちゃいい歌、うん、いろんな楽器もできて、ありがとうございます、歌も上手くて最高だありがとうございますありがとうございます。でエリさん、歌声優しく切ない、そうね、アンジュさん素敵な声ですね、うん、すごいみんな嬉しいですね、はい、やっぱでもみんな共通していることは素敵な声、そう、声やっぱり切なボイス、うん、なんか声もなんか本人を見たイメージ通りの声というか、うん、
なんか喋ってる声とは違うんですけど、うん、この実際会ってみると、あ、なんか流星さんの声だなっていうのが感じますよね。そう、ラジオの向こうの皆さん生がいいですよ、生が生がいい、生聞きに来てくださいね。生歌すごいですよ、はい、ギャラリーにもたくさん遊びに来ていただいてますね。すごい、ありがとうございますありがとうございます、はい、さらにさらにですよ、うん、はいはい、あの、あ、まだまだ言って大丈夫ですかはいはい、あのさらに歌歌ったじゃないですか、はい、さっきもちょっと冒頭でちょっと出てきましたけど、うん、ボイパ気になる、気になる、ボイパ気になるなめっちゃめっちゃ気になる、本当です、うん、めっちゃ気になるな。あのコーナー行きますか。あのコーナー行きましょうよ。なになになに、ボイパ上原優斗の、お、上原優斗の、俺のボイパ近くて、ボイパ習うコーナーなんで聞きたいコーナーですよね。聞きたいコーナー、俺、聞きたいコーナーといえば、俺が言うってこと、上原優斗ですよ。何、俺がボイパするってこと。違くてどういうこと。ゲストさんのね、うん、そのあのいいところとか、あ、ごめん、さっきの、さっきのくだり、さっきのくだり、ごめん、全然なんかごめんね伝わらないって、なんか俺がやっちゃうのかなみたいな。ちなみにボイパってできるできるんですか。できます。え、マジ。歌もさっきお送りしてきたけど、はい、ボイパもさらにできる。できます。マジか。このボイパの、はい、ボのボの部分をちょっと醸しだラジオでちょっとみんなに醸し出したりとかってできるのかな。大丈夫です。マジでやったごめんちょっとごめんちょっと遅かった。やっぱ遅い遅いとダメだ、これ遅いとダメですね。ちょっとダメだ、前振りがあっちゃうとダメだ。効果あんまないですけど、じゃあここはね、歌り場少年っていうライブバナナで何回もいいけど、はい、よかったらそのボイパも、うん、もうできたら嬉しいな、聞きたいっすね。いいですか。はい、お願いしますもう普通にやりますか、うん、はい、なんかここはリズム出した方がいい、どんどんパとか。あ、いえ、もともとこっちがリズムだから、そうだな、リズム&リズムになっちゃう。じゃあお願いします。はい、時間がない。流星さんのあの今後の活動どこで見れますか。今月です、21日に、はい、あの美浜にあります、はい、モッツさんという場所であの7時半からあのライブがありまして、チャージが1500円となっています。もしよろしければ声かけてください。はい、 SNS とかホームページもありますか。あ、 SNS は、はい、Twitter と Instagram もやってます。はい、じゃあ流星沖縄で調べてもらえばいいんですか、ね、はい、出てくると思います。はい、はい、そしてメールも一通いただきましたのでギリギリまで紹介します。大吾さんより、楽しい番組ですね、営業者で聞いています、流星くん最高、19歳、恐ろしいということでいただきました。ありがとうございます。では今日ゲストは流星さんにお越しいただきました。はい、それでは来週もこの1時からラジオ聞いてね。 SOAK 遭遇した。
ボイパと、うん、コラボレーションということで、はい、やりたい、やっていい、はい、じゃあでも間違ったらごめんなさい。いや大丈夫。じゃあ俺なんかの花火っていう曲で、あ、音量の調整はできないので、OK です。こんぐらいかな。はあ。じゃあ俺なんかオリジナルの一番ちょっとまあアップな上げれるような曲でちょっと流星くんとボイパコラボ、ツイキャスの皆さん見てください。じゃあ一番サビをいきましょうか。 OK、 入りどんなしましょう。ワンツーワンツータンタンタン、オッケー。もうすごい、でもアドリブでできるってマジですごい。いくよ、はい、じゃあいきますよ皆さん、ツイキャスの皆さん、いきたいと思います。ソークの花火フィーチャリング流星ボイパ。あ、ちょっと待って、ツイキャス終わっちゃった。オッケー、じゃあツイキャスの皆さん、改めて最後、流星君と僕らのソークのオリジナル曲花火をコラボしたいと思います。聴いてください。ワンツーワンツー。花火と共に咲く恋心、ゆらり揺れて煽る無防備な君の白い肌を赤く赤く染める、浴衣姿君が愛しくて、ゆらり揺れて煽る無防備な君の後ろ姿、きつくきつく抱いた。イエーイ、いい感じ。はすげえ、初ボイパーで歌う、これ人生初かも。めっちゃすごい。どんなこの、え、どこどこ鳴らしてんのマジで。なんなんなんって言いながらっていうのもやるんで、ね、何かを鳴らしながら何かを鳴らすってい う, みたいな、人間の体でできそうもないことをやるっていうのはマジか、はい、ここすぐ2人ができるやつありますか。あ、ちょっとでもちょっとストリートで今日明日から使えるぐらいのやつ習いたいな。そうです。一番最初に覚えるのは3つの音なんですけど、やっぱり基礎の音、うん、これがしっかりできないともう後が続かないんですけど。じゃあそれって今、うん、あと数秒。あ、本当だ、やばい。じゃあどうします。最初の音がですね、うん、あのどうなんですか。あ、そうです、それです、それです。おとおとおとおそのあとにあ、それでも大丈夫です。もうすぐできるものではなかった。はい、それを3つ合わせて顔だけがやばい、ただひたすらやばい。あ、ゆうさんめっちゃうまいです。